ああ、これ終わったパターンですか。終わったな。なんでカキさんから釣っちゃうんだよ。本当だよな。負けたー。エロちゃんのせいだな。最悪。エロいからだな。いやー、僕が歌ってたから。クルー、何連続クルー引いてんだ。一体。オレンジ水色。うんちをね、乗せて、ちょっとおしゃれにいこうかなと思ってます。ナイスナイスナイス。おしゃれボタンですね。おしゃれボタンですね。おしゃれですな。おしゃれ着。お。あたしヴァンパイア。お、おしゃれヴァンパイアだ。おしゃれヴァンパイア。それヴァンパイアがいますね。昇降機右にあります。はい。はい。よし、ダウンロード先にやっとこう。で、次キッチン分けしてアップロードだけします。他のタスクをするとその道中死んじゃうと見つかるのが遅くなってしまうので、アップロードだけしていきます。白。配線どっからだろう。配線展望か。配線ならギリやってもいいかな。白リアクターならやらないでしょ。まあ、みんながちゃんとリアクター来てたら死んでないはず。今遅くない。ああ、いいね。あ、死んでるな。あ、死んでる。あれあら、あれあら、チャガパーさん。出てないな。はいはい。知りません藤宮のよく。あれ、キッチン沸いてましたっけ。キッチンでエンジン。あれエンジンで一緒にタスクやってましたよね。リアクター鳴ってる時。エンジンの左上のとこ。あー、いたような。いや、2人で行ってんの見てます、俺。リアクター中ですか。リアクター中です。あ、じゃあ、たぶんチャゲプさん。いや、あ、違うんです。待って。まあ、話は聞こうじゃないか。話を聞いてやろう。おしゃれヴァンパイア。本当にずっとヴァンパイアっていう歌を歌ってて、ちょっとあんまり覚えてなかったなって、ちょっと言い訳したくないんですけど。おしゃれヴァンパイアの歌ってどんな歌なんですか。あたしヴァンパイア、いいのこ、釣っちゃっていいの。僕も悪い子だね、試したいな。いっぱいで吐きたいなら絶対いけるよ。さすがじゃな。藤宮吸っちゃったんですか。ああ、もう。いや、待って、マジで違う。本当にマジで。さすがじゃな。それ前にどこ行ったかだけ教えてください。ですね、書庫で2丁ライフル2丁しまって、配線と給油のタスク済まして、そろそろボタン押しに行こうかなーって。ミーティングのボタンっていうかはしご駆け上ってゴミ捨てをガーってやった時にゾニキさんにポチッと押されました。で、多分あんまり人に見られてる記憶がないので、それだったらまあ一応やってるか。ごめんなさい。チャゲぽよさんが、僕リアクター左直して昇降機前エンジンって言った時にチャゲぽよさんが左から来てたんで、エンジン左上にいるにしたら長すぎるなと思ったんですけど、まあ一応ついつまは一応合ってます。それだったら一応タスク2つはやってるんですけど、もう多分これは無理だ一応他の可能性も考えましょう、ね。マジでこれマジで2浪いるんで、気をつけてください。本当に気をつけて。ボタン押しましょう、ボタン。早く終われば配線までやりたい。ならいけそう。美しい配線タスク。美しい。トメイトだったな。トメイロー。大丈夫かな、死んだ最悪。ロちゃんさんがちゃんか死んでる。じゃあ、さっきのシャケポイさん白だとして、の話を進めてからエロちゃんの話をしましょう。リアクター中に目撃証言があるなら夏目エレジーは 100% 無理です。あ、そうですね。右側、はい、右側直しました。右側です、はい。正確に言うとエレジーさんが直してて、自分は上で死なないように見てました。はい、間違いないです。あと追記したのさらに言うと、ゾニキが一応右のボタンを押してヌーに乗って左移行してました。行ってセンターさんが押して直したって感じです。あ、じゃあゾニキさんは無理かな。はい、無理です。無理ですね。マヤはリアクター鳴る直前の時にメディカルの方にエレクタルから抜けるど砂溜めどのか見てるかなって思ったんだけど、あ、見てますね。貨物室あたりでした。うん、そうです。うん、俺浮いてるんで発言していいですか。アーカイブで湧いて、ラウンジで、ロちゃんとすれ違って、で貨物バイタルまで行って、でバイタル妨害が起こる前は生きてました。それ藤宮さんの日ではなくて、今の日で、今、ごめんなさい。藤宮さん死んだ日の話してました、今。あ、うん、最初の話。あ、すいません。チャゲポヨさんが白だとした時の、キさんどこにいました？リアクターが鳴った時。リアクター鳴った時は、俺、キッチン展望、セキュリティかな？セキュリティにいましたね、確か。じゃあ、一応。で、そのキッチンで藤宮さんも湧いてて、はい。カメラついてたっけな。あ、俺あれやってました。テープやってました。はいはいはい。カメラは見てないです。うん、まあ一応チャゲぽよさん黒目だけど、まあ一応かきさんもできるっちゃできそうっていう感じ。じゃあ次はエロちゃんの話をしますが、誰かボタンを押して。はい、押していきます。キキ緑。いや、いいボタンだ。ちょっと時間待って押しました。ありがたい。じゃあ、エロちゃんの話詰めますかね。はい。エロちゃん、あと死体発見は私が消しちゃったんだ。最終目撃みたいなエロちゃんの。アドミンとか見てる人いません？いや、見てない。左いないはず。ドア閉まってたし、僕しかいないはず。左や。はい。じゃあ、リスポン位置から、整理しましょう。僕、キッチンです。で、これ、アーカイブ。どこだっけな。やべえ、覚えてねえ。なんか、エンジンかキッチンどっちかだった。あら、うろ覚えです。ごめんなさい。僕だけです、キッチンは。あ、じゃあ、エンジンだ。通路だったかな。で、あれ、ゾニッキ殿とお会いしてますよね。合ってます、合ってます。で、私は、米サボ後の、米サボ前ぐらいから後半の砂ざめさんの白は拾います。ミーティングルームで一人でタスクやっておられるのを見ていて、米サボ前にも私はボタンを押したかったんですけど、なかったので、その砂ざめさんのタスク終わりを待っていたら米サボが始まってしまいっていう感じでした。エレジさん、エンジン脇なのに武器庫から来ましたよね、コミュニケーションの方。あ、そうですよ。武器庫、キッチン、展望デッキで展望のタスクやった後に、コミサボを直しに行ったらセンターさんがいたって感じです。なんで、合ってます。僕、あ、まあ、ギリ。あれ武器庫 2箇所入ってるんで俺奥に。だからその間にすれ違ってる。僕も武器庫奥入ってますよ。あれ？だったら先端さんとすれ違ってないとおかしいし、扉も閉まってたんですよね。下上で入ったと思うけどな俺は。扉閉まってたんだったらだいぶ長い時間エレジーさんは武器庫に行ったことになりません？いや、まあ、2箇所に行ったけど、まあ、一応中ないけど。僕キッチンでアップロード配線キッチンバーガーで武器庫の下の奥入ってで上行ってすぐコミになってすぐ直したらエリーさんが下から来たって感じでした。あコミそばの時はもう僕展望デッキ見ますね多分なった時は。エロちゃんの下位置全然わかんないな。証明できないなごめんなさい。若干まあごめんなさい。スイッチをちょっと先にしろった方がよかったな。だいぶ。引き緑。あれ今回ボタン押してないっけ？直していくか。タスクはやんない。よいしょよいしょ。ヒロレンチ。誰も押せる人いないのかな。リフトのとこでいいですか喋って。はいはい。リフトの階段の前でゾニキさんがセンターさん殺しました。はい、ドラで構いません。状況説明します。エンジン脇で私が先に湧いて柿さんが直後湧いてその後柿さんが弁当に入りました。なので夏目先生に助けを求めたんですがムーンに乗って右に行ってしまったので私はエマージェンシーのところではしごで追っかけ回してってそれで先端さんが来てお土産気味にキルしていったから、先端さんが切られたっていう形。いやごめんなさいちょっといいですか。はい、ごめんなさい。自分してゾネキさんに助けを求められたっていうより自分宿舎前に入る宿舎前右に張り付いてて。そしたら、ゾネキさんが階段の音の主張すればいける。まあ、来たっちゃ来たんですけど、自分ミーティングに上がろうとしたら、ミーティング追いかけ行ってきて、怖って思って、宿舎前に入ったら、ゾネキさんがまた宿舎前にチラって来て、で、怖くなってリフトで逃げたんですよね。自分、ゾネキさんから逃げてて。夏目先生に明確に助けに求めたっていうよりは、人のところにいて、私はボタンを使ってることから、人のいるところに逃げたかったっていう意図で、夏目先生に近寄ったんですが、めちゃくちゃ殺意を感じた。書籍級の容疑者みんな潰せるっていうふうに思っちゃうんですけど、それダメな。あ、それいいと思います。多分、影ポロさん、白軸も考えて柿さんを落として。あ、それは両方かもしれない。そうすれば初手キルはみんな容疑者いなくなる。じゃあロラでいいですか。ロラでいいんですけど、俺ボタン残ってるんですよ。いや、絶対柿さんから。柿夏目が今の発言から。どっちにしろ誰か取らないと思う。いやいやいや。柿さんにボタンないんで。柿さんに入れるんですけど。でもロラは初手かなと思う。誤解してるだけもあるから。めちゃくちゃ宿舎前に入った時もあれ助けを求めて。助けを求めてた。マジで怖すぎたんだけどあれ。頑張ってください。これどうだ？終わりだ。あー、これ終わったパターンですか。終わったな。なんで柿さんから釣っちゃうんだよ。そうだよな。負けたー。エロちゃんのせいだな。最悪。エロいからだな。いやー、僕が歌ってたから。僕がお歌のタスクをこれやってたから。あれ、終わんないぞ。ボタン押さないのか。ボタン誰も押せないんじゃないかもうボタンがいやリンネさんが押せるはずなんで、だからここら辺で妨害して、夏目さん上がってきた。あら、よし殺せ殺せ殺せ。あー停電だ。あらあれ殺さない、いけ夏目先生。あー頑張れ。いやでも2人で来られたらさてどうなる。これはこれはもう1落ちてるってなりそうだな。これあと1キルじゃないんですか。ですよね。え、あれまさか。あ、そうですよね。まさか。やったか。ああ。え。ナイスボタンです。はい。はい。はい。停電怖かった。停電のいいですか。はい。一ついいですか。一ついいですか。今絶対30秒以上経ってたと思うので。二度はない。でプラスでそれを踏まえてこの盤面でゾネキさんを落とすか落とさないかを推理したく、自分はまあ怖かったっちゃ怖かったんだけどこのまま放置でいいかなと思ってます。あ、同じくでゾネキさんのその追いかけられてた弁当機を見て追いかけられてたって話なんですけど、結構前からはしごの登り降りがすごい聞こえてたのは多分結構みんな周知だと思っていて、そのゾネキさんがもしも目の前でやるんでやっちゃったってだと、そんなそのはしごうんぬんしてるところでやるかなっていうのがあるのであと弁当機ってどこで見ました？エンジンで序盤早々ですね。おそらく柿さんは私がリスポーンしてることに気づかず視野のギリギリ範囲外、エンジンからメインに入ったぐらいでベントの動きだけ見えて戻ったら柿さんが出てきていたので、でしたらそこから追っかけ回された。で、宿舎前に夏目先生合流。私はじゃあどうなったのであれば分かりました。宿舎前に入っても追いかけてきたのに違和感感じますが、また。だからまあ分かるっちゃ分かるんで放置でいいと思います。私は夏目先生の発言に違和感を感じています。エンジンから湧いて夏目先生を追いかけたのって絶対にキルクルが当たってない時間なんで。あ、じゃあ釣りましょう。絶対に釣りましょう。私はゾニキさんスキップします。私ワラもスキップします。じゃあ夏目投票します。一応釣れてる前提ならここで落とすあれは必要はないと思って死体が起きるまで待っていいと思います。いや、夏目先生疑ってますが、まあ一応私貫く。いやもういいです。ゾニキさん釣ります。でも夏目先生がゾニキさん疑う理由もわかるし、今そのゾニキさんにすごい容疑を広げてるからインポスターとは思わないです別に。ゾニキさん視点で自分に助けを求めてきてて、ついてくるのは分かるんだけど、ついてこられた身の気持ちになって考えてほしく、それを考えれないのであれば。まあまあ、その気持ちもすごいわかる。この気持ちもすごいわかります。めちゃめちゃ怖かったのに。あら。おお。はい。おお、まだ。セーフ。まだセーフ。セーフじゃないですか。そうですよね。なんかもう終わったみたいな言い方、誰ですか。終わったみたいな言い方したの。なんでそういうこと言うんですか。センターさんですよ。騙さないでくださいよ。ごめんなさい。いや。もう完全に僕の先輩だと思っちゃったじゃないですか今日。いやだって藤宮さんの容疑者がもうエロちゃんと柿さんとね詐欺パイさんだから、それが全員終わったから絶対一郎落ちてるんですよ。ああなんかもうてっきりゾニキさんの髪切るだったのかなって思って乗ってたのかな。いやはや本当にすみませんいろいろと。5人さすがに5人は。アタックスのせいで本当にもう今日は綺麗に盤面は綺麗になったんじゃないですか。うんだいぶすっきりしたはず。タスクやってますか皆さん。タスクは終わりました。終わりました。めっちゃ矢印残ってるけどこの矢印バグだけは全然治らないですね。どこだ死体は。死体を探そう。あーこんなところでお肉がど真ん中でこれ3キロあるぞ。あれえ誰が切ったんだ今どっちだ。あコミじゃなければ2機3しかいない。コミダメコミダメですか。ああなんか今でもない方がいい気がする。いやここでアドミを見たならボタンがなければいけるぞ。あ切られるんじゃないか。ゾニキさんタスクああゾニキさん逃げてー。あーこれは筋肉。これ夏目先生絶対合わせてる。あ、夏目さん合わせてる今。ああ、死んでるか、ごめん。強い、レジさん。あります。リアクター直したときに、園染さん左側直してました。その後一回ミーティングやった気がするけど、その後見てないです。その後の僕の動きは、金庫室に行って、で、金庫室から帰ってきて、ミーティングのタスク2つやって、ボタンを押したって感じですね。マジかー、ソニキさんじゃないかも。じゃないっぽい。待って、夏目先生疑ったのは、キルクールが開けてないから、あっこで追っかけてもキルできないでしょって言うからっていうだけね。ごめん、夏目、このゲームやってる中、時間なんか数えたことないんで、ごめんなさい、これは。じゃあ、お互い疑うのやめよう。なんかうまいな、これ、夏目先生。これ、夏目ゾニキ、隠しろです。ずっと一緒に。違うよね、これ。あ、そうなんじゃ。じゃあ、笑う目線にしろ。じゃあ、LG止めになるけれども。まあ、初日、ってか、センターさんが一回なんか見てないよねみたいな話をしたのが、多分僕の黒要素で。あと、まあ、最終目的があるからあえてずっと一緒にいたんだ。これ待って、中島さん、アドミン情報あります？あのね、アドミンね、見れんかった。アドミン情報。アドミン、いや、見ようと思ったんだけど、ゾニキさんがいる中で、純ゾニキさん疑ってたから、左側で死んだらもう一番やばいなって思ったから、もう回されてて。あ、これどうしますか？今日釣りますか？釣るなら多分相互投票して2人に考えてもらうと思うんですけど、僕はタスク終わってますもん。もうゾネキさんに合わせればもうこれゾネキさん従っちゃってる分ゾネキさんしかなかったから自分はじゃあジンネさん僕に入れてもらってこれ名は一旦スキップですかこれあじゃあいやだってこれ入れ白要素スキップするなら2人でスキップしてもらえると嬉しいですいやタスクねめっちゃ残ってるあもうこれもう負けだダメじゃないないな証明してもらえるものがしかも展望でキーとか怖いところに。いやこれは上回ったな。ちなみに多分右のリアクター直してるときに多分誰か見られてると思う。俺が左昇降機行くときに。いやーわからん。ゾネキさんか。いや申し訳ないがタスクは残っているから。多分ゾネキさんスキップ入れといて。あごめん。あ俺か。あまずか。あならば。待って。いやそうだ。もうならば。いや間違ってもいけない。これ夏目先生見える。ボタンある？ボタンあるリンネさん。いや。いやーうめえこれはうめえこれはうますぎる動画が決定おめでとうございますいやマジで釈明できる要素なかったなよしよしいやまだあるああ入ったああ出た終わらそうあゾニキさんが脱いで逃げ回ってるこれ逃げた方がいい。90以内に。ゾニキさん。あ、それ行っちゃダメ。ダメ。一人で直そうとして。いや直す。ダメな。消火器をしない。だから消火器が。ゾニキさん視点では夏目さんが白だから。ああ。ファイトー。やめえわ。これは。だって白照明って言って。いやごめん。なんでだ。どこだったんだろうキルしたタイミング。エンジンですよ。エンジンのど真ん中にありましたね。マジ？あれはうまかったな。一瞬だけ離れてキルしてもう速攻ついて。いやマジか見えなかった。うまいな。いや。僕が先般なので。いや。すみませんでした。歌ってた僕が先般なんですよ。いやそれを言ってしまったらもう僕なんですよ。縦で何も覚えてないもん。いやしかも今一個ボタンをいやあれリンネさんってボタンありましたっけ？いやなかった。ないだからもう90秒以内にリンネさんがタスクを終わらせるしかなかったですね。私も残ってたんで積んでます。残ってたんだ。あじゃあ無理か。リアクター無視してタスクには走っとったんだけど。うわ。ミキさんもリアクター無視してタスクを。それしかなかったですね。ゾニキさんさ、夏目が目の前で弁当に入ったじゃないですか、ゾニキさんの。見えてない。あ、じゃあ、最後。はい。あの時どう思いました？いや、もう、いや、てか、LG さんで釣れてなかった時点で、てか、なんか、2人ともで入れ合った時に、なんか、嫌な予感してて。やったらもうスキップできませんからね。もうそう、スキップ入れたら夏目先生入れられて、なんかやばいなと思ってさ。そう、総合しちゃったらもう。入れちゃうの早かったのかも。レジさんに入れますって言って、リンネさんに入れてれば。リンネさん入れて、ワンチャンスキップって言ってなかったら。確かに。あんまり読めた。確かに確かに。手がどっちに入れるかの2分の1だった。同票にすればよかった。2にどうにかしようっていう勝負だったんだ、鈴木さんの。そうですね。リンネさんは疑ってないだろうなと思って自分先に LG さんに入れてみたいな感じでした。なんかそこが白正面取れてるっていうので LG 殿が怪しいわけじゃないんだけど、状況的にそこに投票するしかなかった。まあ最終攻撃俺なのとセンターさんとで食い違っちゃったのがちょっと俺的には黒ポイント稼いじゃってましたね。申し訳ない。いやてか俺とモニキさん釣られるときに夏目先生が思いっきりライン作ったのにその後挽回したのがマジですごいね。もうほぼほぼ積んでたと思うけど。マジで危なかったな。あれゾネキさんキルしなかったのも偉かったですね。あ、ゾネキさんはキルできなくて、ゾネキさん対抗1にしようと思ってたんで。いや、それで一緒にいるのは本当にすごかった。いやー、マジやらかしたな。キル狙うかなと思ったんだけど。議論で勝ちたい。あとゾネキさんにベント見られたのはあれ操作ミスなんで。ああ、そうなんだ。だから絶対この2人がって思って。そしたらセンターさんが来てくれたでちょうどよ。なるほど。いや、素晴らしい。ナイスファイトでした。ナイスファイトでした。ナイスファイト。もううまかったし、それ以上にうまかったですね、インポスター。